フットボールクルブシャンブリーワズはフランスシャンブリーを本拠地とするサッカークラブ。1989年6月1日にワルテルルジによって設立。クラブのエンブレムやキットはインテルナツヨナーレミラノの影響を色濃く受けている。県リーグの13部リーグから始まったが1年目、2年目に昇格したのを皮切りに90年代に県リーグで昇格を繰り返した。 2001年に設立1年目から選手として在籍し続けていたブルーノルジが監督に転向すると、翌2002年に地域リーグへと昇格。その後も同監督の下で3年ごとに昇格を繰り返し、2010年にフランス全国選手権3に昇格。2012年にフランス全国選手権2に昇格し、2014年にフランス全国選手権に昇格した。 2017年2月1日に行われたクープドゥラリーグではエースモナコ相手に延長戦に持ち込んで知名度が上がったほか2018年3月1日にはクープドゥフランス準決勝で RC ストラスブールを破る大金制を挙げたが同日にクラブ設立者であるアルテルルジが病院で亡くなった2019年4月19日にリーグドゥに昇格 本拠地のスタッド・ドゥ・マレーは、定員わずか2000人のスタジアムであるため、規定にのっとり同シーズンは、ホームゲームを15試合は、スタッド・ピエール・ブリソン、4試合は、スタッド・セバスティアン・シャルレティで開催することとなった。なお、スタッド・ドゥ・マレーは2019から20シーズン中に、リーグズの基準を満たす3000人の収容人数に、改装された。ありがとうございます。